はようございます。5日目の朝でございます。5日目だよな。土日月火水、そうですね、5日目、7時です。今日は曇りっぽいですね。終日で風が東風みたいです。なので函館の街中が見えるまでが追い風で、そこからが横からって感じですね。割と強く吹くみたいなんですけど、 4,5 メーターで、まあ大丈夫じゃないですかね。山に遮られるはずです。でね、ここのホテルなんですけど、ふと思い出して見返してみたら B4C さんが泊まってましたね。まあ改めてちょっと動画見たんですけど、あの方はすごいですね。シングルスピードの14インチですからね。ではちょっと朝風呂に行きまして、その後8時からご飯でございます。朝食7時と8時からなんですけど、勝手に8時にしてしまったんですけど、大丈夫ですかってチェックインの時に言われて、あ、いいですよって言っちゃいました。今日も最低気温は4度ぐらいだそうです。北海道の真ん中の方は氷点下。昨日はね、陸別が氷点下 3.8 度とかって言ってましたね。もう10月末になると本当に北海道は自転車旅はだいぶきついですね。ではでは、ホテルです。そして後ろが A さんです。これ頂上の方に建物があるんですよね。あそこまで登れるんですね、多分ね。曇天でございます。ここも紅葉綺麗でございます。持ってき方に全くセンスを感じない内容ではございますが、塩辛に松前漬けにたらこに刺身に、なんか美味しそうな鮭にと、なかなかクオリティの高いバイキングですね。でしかも僕勘違いしてたんですけど、今もう生産してきちゃったんですけど、8800円でしたね。一泊二食8800円、ここお得ですよね。まあ多分閑散期だからでしょうね。泊まってるのは老人しかおりません。ではいただきます。三岬灯台でございます。灯台50銭です。残念ながら補修中です。ではここを見たので出発したいと思います。寒いワークマンの夏用のズボンに、下は河川のロンティ、山シャツで、オクタ、スタティックのアドリフトフーディーですね、にこのティートンブロス、こっちか、ティートンブロスの風を通すウィンドシェル、そして風を通さないサイクルベストという格好で今います。気温がですね、手持ちの温度計で今12度です。で風がちょっと吹いてる感じですね。 2,3 メーターかな。では本日も安全運転で進んでいきたいと思います。旅5日目でございます。よろしくお願いいたします。A さんです。 A さん岬灯台です。トドホッケ漁港ですね。すごい名前ですよね。トドホッケ小学校、ここの小学校の前の交差点で国道278号に復帰でございます。でここから上りになるので、ちょっと脱ぎます。上りに入っておりますが、道が悪い。すごい道悪いですね。海溝山っていうのかな、海に向かう山って書いてがこっちですね。まあこのちょっとした峠越え、景色はとてもいいですね。でもなんか意外とあれなんですね、北海道針葉樹も多いんですね。まあ松がメインですけど、さあ今着替えて下りに入りました。
今日はこれでもうほぼ登ったり降りたりはないです。まあちっちゃいのはありますけどね。勾配緩めだったんで楽でしたね。まあ道はちょっと悪かったですけど、あとねダンプがすごい。やっぱり朝とか日中はダンプ多いんですねこの道ね。まあ避けてくれますけどね。では安全に下っていきます。あのカラス死んだ鮭をつついてるんですよね。なんかもっといるかなと思ったけどあんまいないですね。もう終わっちゃったのかな。こんな感じですね。ちょっとスペッカーとかを見たいので寄ります。今回は珍しくなんか道の駅しょっちゅう寄ってますよね。あ、エサンが見える。道の駅の横はキャンプ場みたいです。まあ海に面してて広々してました。気持ちよさそうですね。風の強い日は大変でしょうね。有料キャンプ場なんだ。では先へ進みます。知力しない川を渡るとセブンイレブンがあるんですけど、このセブンイレブンを左に入っていきます。国道はまっすぐなんですけど、ここを左に入っていくとあの手彫りのトンネルが連続するところに行きます。何もそういう案内看板はないんですね。今豊浦という集落を抜けております。ここから通行規制区間ってことはここからなんかちょっとワイルドな道になるんですね。ここがゲートです。80ミリの雨で通行止めか、結構早いですね。あ、正面に青森が見えますね。おお、すごいすごい。落石注意ってなんかすごいたくさん看板があるんで、あんまり端っこを走らない方が良さそうですね。お、あれだ。すごい景色ですよね。あそこが手彫りのトンネルなんですけど、その手前のこの山の感じとかもすごい良くて、ちょっともうずっと撮影したりしながらだいぶここにぼーっとしております。車もねほとんど通らなくて、ただシムカップさんの動画でここ路線バスが通るってコメントが出てたんですけど、撮影してる間に路線バス通りました。函館駅行きでしたね。いやでも人工音全然しないし最高の場所ですね。なんかね景色がとにかくすごい。語彙力がないんですけどいやなんか今回はなんかすごくいい景色にたくさん出会えてますね。なんでだろうなんか夏前の時は分かってたところばっかり行ってたからかな。今回知らないところに割と来てるので、それでまあ感動があるのかもしれないですね。ちょっともうちょっと去りがたいのでのんびりしたいと思います。あれが手彫りのトンネルですね。今からそこへ向かいます。では日浦7号トンネル起点。手彫りといってもその上にコンクリートとかこの鉄のやつとかで守られてるんですね。もうね6号トンネル。
見抜いたの やっぱすごいですよね。でね、おーで4号はすごい。で3号2号、あ、これは2号は長いですね。さっきの路線バスが通ってる時で最後1号ですね。バスが通ってる時ね、来たらこれ乗用車の方が下がるしかないですね。という感じでございました。なんかだいぶあれなんですね、もうちょっと、あ、これでもう終わりなんだここで国道ですね。だいぶこう落石しないようにとか補修とかしてあるんですねまあまあでも一つの体験としてはいいんじゃないでしょうか。ではまたしばらく国道を走ります。